ジョン・ネルソンジョン・ネルソンはアメリカ合衆国の政治家。1843年から1845年までジョン・タイラー大統領の下で司法長官を務めた。1791年6月1日、ネルソンはメリーランド州フレデリックにおいて誕生した。父親は政治家、ロジャー・ネルソン。母親はスコットランドからの移民の末裔。 メアリー・ブルックシムであった。ネルソンは1811年にウィリアムメアリー大学を卒業し、1813年に弁護士として認可を受けた。ネルソンはフレデリックで弁護士業を開業した。ネルソンは地元でいくつかの公職を経験した後、1821年にメリーランド州第四選挙区からアメリカ合衆国会議員に選出された。 ネルソンは連邦会議員を1823年まで一期二年務めた。再選には志願しなかった。ネルソンは1825年にプリンストン大学から文学修士の学位を授与された。1831年、ネルソンは両シチリア王国駐在の代理講師に任命された。ネルソンは1832年まで講師職を務めた。 1843年7月、ジョン・タイラー大統領はネルソンを司法長官に指名した。ネルソンはタイラー大統領の任期満了となる1845年3月まで司法長官を務めた。また1844年、ネルソンは国務長官代行に指名され、およそ1ヶ月にわたって司法長官職と兼任した。司法長官退任後、 ネルソンは公職を退いた。そして1860年1月8日、ネルソンはメリーランド州ボルチモアにおいて死去した。ネルソンの遺体はボルチモア市内のグリーンマウント墓地に埋葬された。1816年11月18日、ネルソンはフランシス・ハリエット・バローズと結婚した。二人の間には以下の子供が生まれた。 アンセシリア・ネルソン・ジョン・ローレンス・ネルソン・ローザ・ラウダニア、ネルソン・ウィリアム・バローズ・ネルソン1838年5月13日、ネルソンは、マチルダ・テナントと結婚した。二人の間には、以下の子供が生まれた。ジョセフ・ストーリー・ネルソン・テナント・ネルソン・メアリー・イシム・ネルソン。ありがとうございます。